皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今月号の How to do がは、クリスマス、12月号クリスマスということで、クリスマスに飾りたいアレンジメントを皆さんに紹介します。今日使う器はこちらですね。これ、リングのフォームですね。リングのフォームを使って、リングのフォームをこのラインの上にこう乗せて、こうセットして、でアレンジをしていこうと思います。ちょっとこう、リースというか、リースなんですけど、こうリースが垂れ下がるようなね、感じのデザインのものを作っていきたいと思います。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。メリークリスマス。はい、では始めていきます。まず最初にこの玉砂利ですね。玉砂利をこのね、中に入れます。こういう状態です。こういう状態になりますね。はい、では次にこのチランジアをね、先に入れます。入れるというか、こう引っ掛けていくような感じですね。さっき中に石を入れたから、それがこう完全に見えなくなっちゃうのは避けましょう。次にこの手まり草を入れていきます。はい、こちらで手まり草が入れ終わりました。では次にこのアジサイをね、入れていきます。はい、次にこのヒペリカムのグリーンを入れていきます。ある程度こうグリーン系のものでね、詰めていきましょう。先にね、はい、また少しここでアジサイを足しました。ここで赤バラを入れていきます。はい、では次にこのガーベラを入れていきます。毎回言ってますけど、ガーベラは必ずワイヤーを茎の中にインソーションして刺しましょう。次にこのベニアオイをマスで入れていきます。じゃあここでアンスリウムを入れます。ちょっと訳があって横に流しますね。ではここでヒペリカムを少し入れますね。はい、そしたらこのチランジアを最後にもう一度入れます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こう流したところにこうチランジアをさらに垂らすところがね、ポイントになってきます。あとアレンジメントなんですけれども、同じ花材をこう一気に刺していくんじゃなくて、交互にね、いろいろとこう刺していく、ご飯食べる時も前も言ったと思うんですけれども、おかず一つのおかずを全部こう全部食べていくことはないじゃないですか。いろいろとこう食べてきますよね。あれと一緒でアレンジも、一つの花材は全部一緒に入れることはないんで、こういろいろとこう入れていく、その順番っていうかね、ある程度入れて、次これ入れて、また少しこれを入れてみたいな、そういうところを覚えておくといいと思います。ではですね、今月はこちらでクリスマスに飾りたいアレンジメントでした。また次回お会いしましょう。
See you next time。 はい、撮影終わったんですけれども、ここに分かりますかね、アクセントラインをミス観察で2本足しました。なのでミス観察が入って終わりとなります。気づきましたか？